どうもテヒラクルです。今日のトレンドが明日の流行りに間に合う、やっていきたいと思います。土日それをやらなかったのはですね、まああんまり更新が土日は見込めない、まあ皆さん休んでますんで、なので、このシリーズは、まあ、月曜から金曜の間でちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ最初のサイト見ていきましょう。パナ初フルサイズミラーレスをハンズオン見ようかな。これやっぱり気になるわ。まだ商品としては出ていない、4月の上旬に出るっぽいですね。どうなんだろうな、やたら高いですけど、なるほど、ライカの L マウント、ライカ使えるのか。いやこれは高級路線なんだろうな。なんか新しい機能が結構入ってるみたいですね。これはなんかわかる。なるほど。カリッカリッ感がより出しやすくなってるのか。いやーでもどうだろうな。ちょっと様子見ですね。まあ様子見って言っても4月の上旬ですから、出るのは。まだ先の話ということで。ただすごいカメラが出そうな感じはします。スマホケース、次はスマホケースです。これね、スマホケース、財布が一緒になってるスマホケース。なるほど。なるほど。なんかあれだな、スマホケースっていうか、まあ、カバーもついてる。これ、誰目線なんだろう。スマホケースだけど、なんかリングもついてるな。で、これはね、あれですね、iPhone 8 プラスは、ちょっと当てはまらないかな。 iPhoneX とか XS あたりまでが限界かな。ただまあちょっと魅力的かもしれない。そうですね、こちらのスマホケースの名前、Azure という名前らしいですね。 AJEW で AJU。 カデナジップフォンケース、カデナジップフォンケースという名前だそうです。ありかな。ありですね、これはありだけど、iPhone 8 Plus につける感じはないかな。ありだけどないか。まあまあまあ、アイデアというか、結構あれですね。他。まあこのぐらいかな。すいません、ちょっと一つのサイトで長いしてしまった。
ったかもしれない。うん、あ、まあまあ長く話してしまうことはご容赦ください。あ、まああんま慣れてないのでね。よし、次のサイト行きましょう。うん、あー、これか。札幌雪まつり、札幌雪まつりいいっすね。以上。うん、うん、これです。この情報は面白い。朝食を抜くと太るわけではないことが過去28年間の研究を分析して判明。こちらの記事は面白い。過去28年間はやっぱり長い期間を経てるから、そうですね、これは信憑性高いですね。うん、平均して 0.44kg 軽かった。まああんま変わんないな。どうだ、つまり朝カロリーを取るのは悪いことではない。なるほどね。そうですね、太ってる人は朝食うっていうのは大事かもしれないな。その分散っていう意味ではありかもしれない。だって朝食った人とそうでない人のキログラムの関係は 0.44kg ですからね。これは朝食った方が、まあ食べるのが好きな人は朝食った方が得ですね。まあまあ自分の試験でした。はい、いや、いい情報でした。それはまた。他どうかな。まあこの情報は皆さん知ってるかもしれないですね。こちら、iOS13 でついに iPhone にダークモードが登場。ダークモードが登場することで、まあバッテリーが良くなるということと、それだけかな。目に優しいとかはないか。目に優しいっていうのはないか。バッテリーが持つぐらいですね、とりあえず。うん、まあそれが iOS13 で、搭載されるのではないかと。まあまあ子供騙しだな。もしもバッテリー改善しましたっつってこれだけ出してきたら、そう言ってしまいたいな。まあ、ここのサイトは以上ですかね。うん、良いでしょう。次行きましょう。この情報はやっぱ出すかな。150円で買えるガジェット、ブレないボールペン、ブレン、その名もブレン。小文字の B に大文字の L で、小文字の E に小文字の N で、 BLEN ブレン。こちら
150円っていいですね。値段がいいですね。うん、筆記振動がストレスになるってご存知でした。筆記振動、なんだろう、初めて聞く。筆記のブレを防ぐ低重心ノイズフリー設計。どうだろうな。まあ試すには値するかな。150円だし、まあ考え方は悪くないということで、まあこのニュースは結構有益でした。うん、スタンディングディスクいいな。これ見よう。Amazon タイムセールで 80% オフスタンディングディスク6288円か。高い？まあ買わないな。よし、まあ自分の意見はということで。ここはいいかな。そうですね。はい。じゃあ次行きましょう。今日はかなり長い時間やってますね。ネットサーフィンを。次の場所に移りたいと思います。まあここは特にないか。じゃあ次行きましょう。次のサイトなんかあるかな。長岡音飛び防止機能搭載の、長岡音飛び防止機能搭載の Bluetooth 4.2 対応ポータブル CD プレイヤー 4.2 か。けど結構待ってたな、これは。これは待ってた。使えるね。これは使える。9698円。まあいつかは買うかな、これ系のやつ買うな。いいね、これなかなか。しかもあのイヤホン付きっていうのはいいですね。イヤホンも込みで9698円は安いと思うな。こういやでも 4.2 なんだよな。けどアイデア商品ではある。まあ多分いつか買うかなと思います。でまあこれはもう知ってるんですけど、14,800円、3電源対応のポータブル旧型液晶地デジテレビ出たんですけど、こちらですね、充電して2時間しか持たないので、まあ車載用っていうところはありかなっていう。まあ車の電源つけて、まあそれでセーフ、まあ子供たちに見せるとかですね、まあそういう意味では使えるんだろうけど、まあまあバッテリーどのぐらいかな。ただ使い道はあるかな、使い道はあるのかな。
大きさが 22.7mm、 17.3mm、 奥行きが 28mm だから、まあ結構コンパクトですね。うん、まあ旅先とかも結構使えそうな感じはある。そうだな、これは結構いけるかな。重さは 505g、 ペットボトル 500ml ペットボトル1本分ですね。まあ意外に使えるな、15000円だし。うん、意外にね。ビデオ対応するなら2時間、ここに何かをセットしてやるとかあるけど、まあどうだろう、そこまでは考えないかな。ディスプレイ扱いはまあそこまではしないかなと思います。はい、まあ自分は最初いらないと思ったんですけど、意外に使えそうなのでペンディングということで、ということで他どうしようかな。他、あと1サイト見ましょう。これを見るか、あまり意味のない記事、あまり意味のない記事。日本初のオーディオブランド、インエアのワイヤレスモデル、インエア M360BT 発売。これね、あんまり意味のない記事っていう意味が高いんじゃないかな。18000前後。18000前後ならなくはないか。でもバージョンは 4.2 か。ただグッドデザイン賞を取ってるのか。なんか面白そうな感じだな。結構ちょっと試してみたい、そんなイヤホンですね。インエア M360BT という商品でした。18000円ということで、今日はこのぐらいにしますか。はい、グダグダやっちゃったんですけども、今日のトレンドが明日の流行りに間に合う。ご視聴ありがとうございました。また明日、あげられたらあげようかなと思います。失礼します。